北北東の水晶岳から北の又岳を望む、水晶岳から望む黒部五郎岳雲の平北の又岳北の又岳は、富山市と日田市にまたがる日田山脈の標高2662メートルの山である。別名は上野岳。北の又岳は岐阜県側、上野岳は富山県側の古来からの名称。山域は、 中部山岳国立公園の特別保護地区に指定され、新、花の百名山に選定されている。北の又岳から北へは、太郎米平を経て、立山連峰の薬師岳へと続き、東は赤木岳、黒部五郎岳へと続く稜線となっている。山頂部は広く廃末帯となっており、雪解け後の斜面には、白山一毛などの鉱山植物の大群落がある。 山頂には山東三角点がある。山頂からの眺めは、南に、黒部五郎岳、笠ヶ岳、乗倉岳,岳、東に、三股連下岳、和芝岳,岳、水晶岳、雲の平ら、北に薬師岳などを望むことができる。アリミネ林道、東谷線路飛び越しトンネルに、飛び越し新道の登山口があり、上岡新道に変わる、新ルートになりつつある。 寺地山へ向かう登山道は、ぬかるみが多く、水場蕉などの高山植物が見られる。寺地山と北の又だの間の暗部の南側には、北の又避難小屋がある。その上部には、高層湿原には、地頭が広がり、木道が設置されている。周辺は、日光木菅、綿チン菅、ル車などの群生地となっている。また、縦山連峰重曹時に、ここを通過することもある。 周辺の登山道上には、登山者用の山小屋とキャンプ指定地がある。最寄りの山小屋は、飛び越し振道にある、北の又岳避難小屋。立山連峰の狩猟線の薬師岳と黒部五郎岳の間にある、なだらかな山用の山で、西に寺寺ジ山へ続く尾根が伸びる。暗い山から望む北アルプスの北の又岳周辺の山々以下の源流となる河川は、日本海へ流れる。 7上旬に、日光キスゲ、8月中旬に、宮間ポ本ゲ、四つ橋小釜、宮間林道、ウサギ陸の花が見られる。ありがとうございます。